筋肉くまモン体操です。今日は日常生活の中でできる筋トレ、しっかり筋トレを2つ、上半身と下半身行っていきますよ。はい、楽しく嬉しくいきましょう。はい、1種目目はマニュアルローイングです。デスクワークの最中でもできてしまいますよ。はい、仕事をしている時にちょっと背中鍛えたいな、二の腕鍛えたいなという時に手を組んで、ここ引っ掛ける感じがいいと思います。手を組んでぐーっと左右に引っ張り合いながら、右に引き切る、左に引き切る、筋肉筋肉くまモン頑張る。はい、という感じでね、いきましょう。はい、いきます。はい、全力で左、全力で右、2回目目いっぱい引く、もっと引く。はい、3回目引き切る、引き切る、4回目引きちぎる、引きちぎる、5回目全力全力。はい、手を持ち替えてすぐ、はい、目いっぱい目いっぱい、7回目引く、もっと引く、8回目もっといける、さらにいける、9回目そんなもんじゃない、そんなもんじゃない、ラスト筋肉筋肉。はい、おまけもう1回、目いっぱいもっと。はい、ありがとうございます。出し切れた、頑張った、ものすごい高揚感。はい、ありがとうございます。じゃあ次の種目に行きましょう。次は下半身を鍛えていきます。ランジウォークというやり方ですね。普段歩いてる時にちょっと大股にしてぐんと踏み込む、ちょっと大股にしてぐんと腰を落として、この時膝が突き出ないようにしてくださいね。こうするとももお尻、それから 前に足を振り出す腸腰筋という筋肉、下半身全部がバッチリ鍛えられます。歩くのがきっとものすごく楽しくなりますよ。はい、ぐんぐんぐんという感じです。いいね、くまモン。こんな形でね、普段の歩きの中に取り入れてみてください。どうでしたか？すごく楽しかった。とてもいい感想、ありがとうございます。はい、家でね、簡単にできる筋トレですから、しっかり体力をつけてこの暑い季節を乗り切りましょう。